どうも、フクロウです。今回はですね、このレッドウィングのポストマン、これの、まあ、メンテナンスなんですけど、もう超ツボラメンテナンスということで、まあ簡単に誰でもできるようなメンテナンス方法を、まあ、ご紹介しようかちょっと迷ったんですけど、ちょっとまあせっかくなんでやろうかなと思って、また今度ね、このポストマンに関してはいわゆる、まあ、いつものね、まあ、いわゆるフルメンテかな、フルメンテを、まあ、今後やっていくんですけど、まあ、その前に一旦ちょっとこう、僕もね実際やってた本当にズボラなというか、もう誰にでもできるような簡単なメンテナンス、ただしこのポストマンだけできる、まあ、ちょっとメンテナンスをちょっとやっていこうかなと思います。で、そのズボラメンテナンスに使うものなんですけど、もう1個だけでいいです。ティッシュ、もうこれだけ。うん、いやもうね、ちょっとすでに雲行きの怪しい感じ皆さん伝わってると思うんですけど、もうこれしか今日登場しないんで、はい、これとあとまあ強いて言えば水、うん、でいいかなと思います。で、まあもう早速やっていくと、まずこのズボラメンテナンスはどういうシチュエーション、どういう前提でこれやってるかっていうと、この靴しか持ってないよっていう人、要はそのメンテナンスに関わるブラシだとか、これ今一応手術に入ってますけども、これもないっていう、まあ、その設定というかね、もうほんと靴だけ買ったよっていう人が、まあ、ちょっとしばらく履いてちょっと汚い、薄汚れてきたなみたいな状態っていうのを一つこう前提として置いてもらうんで、まあ、ブラシ持ってるよって人とか、クリーム持ってるよって人が、まあ、わざわざやらなくてもまあいいかなっていうような、まあ言っちゃえば応急処置みたいなメンテナンス。だからこのズボラメンテナンスってどういうところでできるかっていうと、さっき言った何も靴以外持ってないよって人以外にも、出先、まあちょっとこう出張とか、まあちょっと旅行でね、出先で、まあちょっとこう砂ぼこりがちょっとすごいね、積もっちゃってて、まあ、靴もちょっと汚いなって時に、ちょっとできるような、まあ、メンテナンスです。最近だとホテルにもね、なんかこう、なんだろう、紙というかさ、多分なんかコーティングされてんのかな、オイルは。なんかこう紙でこう、使い捨てのね、手突っ込んでこう、ザーッと磨けるやつ置いてありますけど、まあ、まあ、それがなかったりとか、まあそうした時に、まあちょっとできるよっていうところで、まあやるのはもうもちろん、まあ、まずこうティッシュ、はい、ブラシももちろんないんで、まあほぼほぼね、あのこれも見てる時に次の展開をおそらく予想できるかなと思うんですけど、一旦全体的にこの乾いた状態のこのティッシュでさっと拭いていきます。まあ、これが今何をしてるかっていうと、まあ、ほこり落としですね。この靴についたほこりを落としていく、こういう感じで。多分靴持ってる人の中にはこれやったことある人って多分結構いると思うんですよ。このティッシュでメンテというか、ちょっと靴きれいにするみたいなね。まあ、なんでそれの延長でしかないっちゃ、まあそれまでなんですけど、意外とこんなんでもね、ちょっとカメラには映んないと思うんだけど、結構これホコリが取れたりするんで、あの本当微細なねホコリが取れますんで、まあ、それだけでもね結構見た目変わってくるんで、もうちょっとなんだろう、メンテナンスやったことない、ちょっと靴磨きっていうとすっごいこうハードルがね高く感じちゃうっていう人は、これちょっと騙されたと思ってやってみてほしいなと思います。まあ、正直ね、なんだろう、この視聴者層のというか、これ見てくれてる人たちで言うと、やる人はほぼいないかもしれないですけど、まあ初めてね、これ今ちょうどなんでこれ撮ってるかっていうと、こっから秋冬になって初めてこう革靴だったりとか、まあちょっとこう、ブーツね、手に入れてる人いるかなと思うんで、まあちょっとそういう人たちに向けてっていうところもまあ一つあるんですけど、個人的にも、何の気なしに最近やって、あ、そういえばこういう風にもメンテしてるなと思ったんで、ちょっとこう微暴力的な感じで動画に今残してますね。全体的にねティッシュでホコリを落とした状態になってるんで、パッと見は結構綺麗なんですよ。いわゆるこう細かいホコリないんでね。ただまあちょっとこう今のこのポストマンの状況で言うと、まあ、それでいいかなとも思うんですけど、例えばアメジミだったりとか泥跳ねみたいな汚れとかね、そういうのねとか、ちょっとこう乾いてて染みてもいないけど汚れがちょっとこうこびりついてるとか、こう要は乾いたティッシュで取り除けなかった分は、今度また新しいティッシュ出して、このティッシュに軽く水をねなじませて全体拭くと。でよく靴磨きの一連の流れとしては、ブラッシング、汚れ落とし、靴クリーム、ワックスで、まあ表面磨きみたいなこう流れが、大まかな流れがあると思うんですけど、個人的には汚れ落としに使ってる溶剤、溶媒は、まあ、水でもいいんじゃないかなと思ってます。水って思っ
ってる以上にこう洗浄力というか、なんだろう、まあ溶媒として強いんじゃないかなって個人的に思うんで、とあと何よりこの皮が必要な水分、まあ直接的なものにはなっちゃうんですけど、を含ませるっていう意味では結構諸説あるんですけど、まあ諸説あるし賛否も両々あるんですけど、この靴磨きの工程にこの水拭きっていうのを入れるべきだっていう人は結構いらっしゃるみたいなんで、僕もどっちかというとその派の人間なんで、まあ、あのその流れを組む形にはなるんですけど、これに水を含ませて全体的に拭いていきます。本当にほんのりこう湿ってるぐらいね。でこれ冒頭に言ったポストマンにだけできるって言った理由なんですけど、これあのポストマンにしかできないってわけではなくて、まあちょっと何言ってんだって感じなんだけど、簡単に言うとこういったガラスレザーの靴にだけできるっていう意味合いで言ってました。なので皆さんもやる際はいわゆる、レッドウィングでいうところのベックマンとか、まあ、ベックマンギリギリかな、まあ、ラフアナタフとか、あとミュールスキナーとか、ああいったちょっと特殊な起毛系の革だったりとか、まあオロレガシーとかのああいうオイルドレザーなんかもちょっとやめた方がいいかもしれないかな。あ、でもオロレガシーギリいけるかな。ちょっと僕自身ちょっとその初のを持ってないんであれなんですけど、革質的には、まあ、どっちかっていうとちょっとこう塗りの強めな、ちょっとこういうコーティングがされているタイプの、ガラスレザーなんかがいいんじゃないかなと思ってます。というのも、まあちょっとこうガラスレザーっていうのは、まあその今言った通りに上にコーティングされているレザーなので、このブラックシャバレルっていうこうガラスレザーですね。でこう革の上に顔料プラスちょっと、まあ、これは染み込ませてるんですけど、ある程度にまあちょっとこうコーティングがなされているので、まあ、水にも強いという感じなんですけど、水に強いっていうことはまあ簡単に言うとクリームとかが入りにくいっていうことにもなるんで、まあ、いわゆるそのもういつもこう靴磨きの流れでやっているそのクリームってじゃあどれくらい入ってるのかっていうと、多分そんなにめちゃくちゃ入ってないんじゃないかなって個人的には思っていて、まあ、あの内側に塗る分にはちょっとまた別なんですけどね。なんですけど、まあ、ただそのじゃあなんで塗るかっていうと、こういう微細なね、目に見えないくらい微細なそういう、まあ、割れ目というかひびがあるわけなんですけど、そこからの吸収であったりとかで、まあ、何でもそうですけど、こういった、まあ、コーティングされてるから絶対弾くかって言ったらそういうわけじゃなくて、おそらく100塗ったら30とか、まあ、20とか割合は分かんないですけど、まあ、入るんですよ、ある程度はね。なんで、まあ、塗っているっていうところと、まあ、よりちょっとこう綺麗に見せたい艶だったりとか、まあ、あとクレームとかね、油脂分の多いものであれば水と一緒にこう馴染ませることで、まあ、ちょっとある種表面磨きみたいなこともできるし、プラス、まあ、汚れ落としの役割もある程度、まあ、あるのかなっていうところで、まあ、そういった効果を期待してね、まあ、やっているんですけど、まあ、今回は、まあ、そういったものを一回全部取っ払って一旦ちょっと靴だけ大まかに切れてきたらいいなっていうのであれば、こういうのでもいいんじゃないかなって個人的に思ったので、今靴の靴やりましたけど、まあ、空拭きによるほこり落としと、あと水で濡らしたティッシュによって、まあ、最終的にはもう一回こう汚れをこう落とすという形で、そうすると今こうやってみたんですけど、結構ねこう綺麗になるんですよ。こんな感じ、こういう擦れ傷とかっていうのはちょっとね落ちづらいというか、まあ落ちない、もう落ちるっていう言い方がちょっと正しいか分かんないんですけど、こういった傷はやっぱ残ってしまうんで、まあ綺麗にしようと思ったら本当にね、さっき言った、まあ、いわゆる靴磨きのやり方を踏襲するのが、まあ、やっぱ一番いいんですけど、まだ持ってないよっていう人、出先で持ってないよって人、まあなどなど、まあちょっとこう道具が物がないところでちょっと靴綺麗にしたいなという時は非常に有用なんでね、この流れでやっていただきたいなと思います。全くね靴のそういうメンテナンスをしないっていうよりかは、多少こういうのでもまあやった方がいいよっていうところでね。でそのまあいろんな靴磨きのやり方とか動画とか見ても、こうひたすらねこうなんだろう、ブラッシングをしろというふうに言ってる人が多い理由としては、こういった革のねこう銀面にホコリが付着すると、この革そのものが持っている油分だったりとかがこう毛細管現象でね引っ張られてしまって、要は中からまあこうオイルがなくなってしまうというか、吸われちゃうわけだ、ホコリにね。だったりとか、まあ、そのホコリを媒介にしてね湿気とかがついて、まあ、カビの原因になったり、まあいいことは正直ないんで、ホコリを取ろうというところでね。なんでちょっと今、まあ、ブラシ等持ってなくてちょっとホコリがこうついてるなっていう人は、まあティッシュみんな持ってると思うからトイレットペーパーでも全然いいんですけど、まあ、さっとねホコリを抜かしてあげるといいかなと思います。はい、というところでね、もう超ズボラ
メンテナンスなんで、もう2工程しかないんですけど、もうこれで終わりです。はい。で、まあ、油分どうするのないじゃんっていう人に関しては、基本的にこれ、履くと、まあ、蒸気として、まあ、足のね、汗だよね、要は。を吸って、皮は柔らかくなるんで、まあ、例えば、デッドストックだったりとか、すっげえ放置してるとかね、のは別だけど、基本的にある程度履いてるよっていう靴であれば、正直僕はそれでも全然いいのかなと思ってます。正直ね、ここまで言うと。なんだけど、まあちょっとこう、1年間放置してて、久々にこう、秋になったから履こうかって人だったりとか、お店で買ったはいいけど、まあ、ずっとその、現品とかでね、どれくらい置かれてるかわからないとか、まあ、あと、中古屋さんで買ったとか、古着屋さんで買ったとか、まあそういった人もいろいろいると思うので、そういう方に関しては、まあ、今のメンテナンスプラスで、まあ、できれば、まあその、靴クリーム塗ってあげてほしいんですけど、もしね、それもないと。マジでないっていう風に関しては、僕としてはハンドクリームは有用なんじゃないかなと思ってます。あと乳液、というのも僕昔見たライトニングの雑誌だったと思うんですけど、のなんかこう自分たちの愛用品をメンテナンスしてるっていうのをいろんな人がこう紹介してた、まあ、総集編みたいな本があったんですけど、そこで確かに革のカバンかなんかをなんかその人が使ってる用の乳液でこうメンテナンスしてますっていう人もいたんですよ。確かに思い返してみれば、まあ皮もね、一応舐めされてるとはいえ、もともと皮膚だったものだし、構造的な部分はあまり変わらないと思うんで、まあその保湿っていうところにだけ見たらね、だけ見たら、まあそういった乳液、人間が使ってる乳液だったりとか、まあその、まあ、化粧水はちょっとあれですけど、まあ、乳液ないしクリーム、ハンドクリームとかニベアとかで、もしかしたらすごくいいんじゃないかなって最近ちょっと思い始めてて、まだちょっと実験してないんですけど、ちょっと今後動画でね、靴クリーム以外を使ってフルメンテをちょっと今後やっていこうかなと思うんですけど、ちょっとそういったものもね、今後また、この動画でやるんで、どうなるかっていうところを見届けてほしいんですけど、個人的にはありなのかなとは思ってます。本当に持ってなくて緊急っていう場合はね、まあでも、今だったら、東急ハンズだったりとか、あとこういうね、靴屋さんもそうだし、なんならスーパーの、それこそその紳士服売り場の一角に、こういう靴売ってると思うんだけど、のところにも置いてあるんで、だいたい1個どうだろう。まあ、1000円とかかな、靴クリーム、ものにも売ってますけど。なんで、まあもうできれば、そういったところで靴クリームを購入していただいて、まあ、塗っていただくのが一番いいかなと思います。なんで今回はね、ちょっとこう、まあエンタメとしてやってますけど、まあ、こういった方法もいいんじゃないかなと個人的に思ってやってました。はい。まあ、ズボラ系、まあ、料理もそうだけど、やっぱりその手が込まなければ込まないほど、まあ、続けられるっていうところもありますし、さっきのねティッシュでホコリ取るのって1年間それをやっている靴と1年間1回もやってないホコリ落としてないよっていう靴だったら全然1年後の姿は変わってくると思うので、まあ、今この動画をね見てくれてる方の中でちょっとこう靴最近メンテナンスしてないな、でもちょっとめんどくさいなぐらいの人はちょっとこう軽くティッシュで拭うだけでもいいんで、ほこり落としてあげてもらいたいなと思います。ということで、今回はこれだけですけども、次回はねこのポストマン今年の夏結構生えたんで、まあ、経年変化報告も交えつつちょっと本格メンテをしていこうかなと思います。はい、まあちょっと久々にメンテしてやるかと思った人は、グッドとチャンネル登録の方お願いいたします。バイバイ。